ポッキーラジアンサンデー7月のマンスリーゲストはサイレントサイレンです。毎週それぞれの10代の話を聞いておりますが、最終週なんですけど、もう1回ということで今週話をしてくれるのは、はい、アイニャンです。アイニャン、キーポイントは、はい、19歳学園祭で初めて野外でベースを弾く。これはね、ちょっといい話なんだな。いや、泣けましたね。最後泣けましたね。そしてそこからまた避難所の話にもなったりして、また泣けてね。いや、泣いた。そうなんですよね、これ。もうハンカチティッシュのいっぱい用意をして、あさって待っててください。ポッキーラジアンサンデー、お楽しみに。